ミザーノ・アドリアーティコは、イタリア共和国エミリア・ロマーニャ州リミニ県にある、人口約1万3000人の基礎自治体。ロードレースのサンマリノグランプリが開催される、ミザーノサーキットの所在地である。地元のロマーニャ語では、ミセインと呼ばれる。ミザーノという名の都市はイタリアに複数あるため、アドリア界を意味する、アドリアーティコが付されている。 モータースポーツ関連の日本語文献では、この都市はもっぱら、ミサノと表記、言及される。リミニ県外略ズリミニ県中部に位置し、アドリア海に面したコムーネである。ミザーノアドリアーティコの町は、県とリミニから南東へ、約 14km、ペーザーロから西北西へ、約 19km、サンマリノ市から東北東へ、約 21km、シュートボローニャからは、 東南東へ約1 2 2トルの距離にある。隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り。ミザーノアドリアーティコには以下の分離集落がある。ミザーノサーキットは当市のサンタモニカ地区にある。オートバイ競技のロードレースのサンマリノグランプリはこのサーキットで開かれる。2012年に地元出身のレーサーであるマルコシモンチェリを忍んで、 その名が付け加えられた。サーキットセーに通じる道路は、加藤大二郎を追悼して、加藤大二郎通りと命名されている。ありがとうございます。